米倉丹後神は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。海、武田氏の家臣で、足軽大将。武田家の普代家老、ま利氏の同心の内筆頭閣の人物で、関英書家系図伝によれば、海の北西部に配置された、武川州の一員。公葉軍官によれば、丹後神は、土豪の出身で、初めは二十人衆頭の一人であったという。 平山優は、紅葉軍艦に登場し、確実な資料で実在を確認できる武田家の足軽大将のうち、単語神は、甲斐の出身者の改修の中で、最も身分の低い人物であったと推定している。単語神は、武田家不大画廊のあまり虎やす、まさ中の同心として活躍し、武田保守商院新元孔未予想人通じ、紅葉軍艦によれば、A60 年に、 あまり信忠が死去した際に、信忠の子、信頼が幼少であったため、なしろを務めたという。紅用軍官によれば、丹後神は白攻めに際して、竹束を束ねて、敵方の鉄砲から身を隠し、白在まで攻め入る戦術を考案したとする逸話を、記している。初見資料は、天文14年8月12日で、現在の山梨県笛吹市に鎮座する。 若宮八幡神社の拝殿再建胸札に名前が記載されているが、同資料には検討の余地が指摘される。天文16年2月には、山梨県韮崎市援や町家、丸井の右派島神社の本殿造流胸札に大本願として名が記され、こちらを確実な初見資料とする説もある。同年20日にも、うなみ桁な神社の大本願を務めており、 同地の地頭であった可能性が指摘される。関英殿によれば、天正3年5月21日の長篠の戦いで死去する。紅葉軍艦によれば、長篠の戦いでは、武田川の夫人の内最翼の山形正影隊に、あまりの部よりと推定される、あまり衆が属しており、同心として、武川衆の内米倉氏らが付属している。従林院武田家過去によれば、 慶長13年8月24日に、故、種継により33回聞くようが営まれている。この時の改名は、い、喜びそらしん全城門古児。ABCDEFGHIJKLMNOPQR 丸島 p 7 0 7ト a b 平山 P189 平山ピアニッシモ188から189 18平山 U 敗者の日本支給流しの合戦と武田勝頼 P224 ありがとうございます。